ビーチクラフト 1900C ビーチクラフト1900はアメリカ合衆国で製造された総発ターボプロップコミューター旅客機。短い滑走路から離着陸できるため民間だけでなく軍隊でも運用されている。なお、開発したメーカーはビーチクラフト社だがレーセオンの子会社レーセオンエアクラフトカンパニーを経て現在は ポーカービーチクラフトと変遷しているため、書籍によっては、レーセオンビーチ1900といった表記もある。ビーチクラフトでは、多くのビジネス用の小型機の開発、販売を行ってきたが、ビーチクラフトキングエアをベースに15座席とした、コミューター機ビーチクラフト99エアライナーを、さらに進歩させたのが、ビーチクラフト1900である。 初引っこは1982年9月3日。機体は、キングエア200を元に胴体を延長して19、座席とし、後部胴体に、貨物室と、大型カーゴドアを設置。後部胴体側面には、スタビロンと呼ばれる小さな、固定式補助水平尾翼翼面を追加。水平尾翼には、テールレットと呼ばれる下向きのウィングレットが取り付けられた。その他のフレームは、 キングエア200と、ほぼ共通だったが、重量増に伴い強化されていた。装備エンジンは、プラットホイットニーカナダ社製、p t 6 a 6 5ーターボプロップエンジンで、後の改良型では、PT6A-67D に強化された。1983年11月に、形式証明を取得し、主に、 アメリカを中心に導入され、2002年に製造終了するまでに695機が完成した。また軍用としても多くが運用されており、アメリカ軍仕様の C-12J は、在日米軍も使用している。エアデカンの 1900D 型機エアトランセ社所有の、ビーチクラフト 1900D 型機エアデカンでは2機の 1900D で、地方都市の路線を結んでいる。 日本の航空会社では、貨物航空会社のオレンジカーゴと、旅客航空会社のエアトランセがある。オレンジカーゴは、貨物機として 1900C を4機導入したが、要因不足から来る、事業計画の縮小、破綻により運航中止となった。エアトランセは 1900D を3機導入し、かつては、定期航空路に就航させていた。同社の事業内容が航空機レンタルに、 事業内容が変わってからも引き続き2期を保有している。ありがとうございます。